ました。改めまして、和田アキ子です。柿原忠です。アキ子のいい加減2000回、東京有楽町日本放送の制作で、福井放送、ラジオ大阪、高知放送、大分放送の皆さんにもお送りしています。12時50分頃のクイズ和田オネアのコーナー、今週も1万円がお二人に当たるチャンスです。出場ご希望の方はメールとファックスにお名前と住所と、そして電話番号を書いておいてください。ラジコでお聞きの方はぜひラジコで聞いていますと一言書いておいてください。受付メールアドレスは小文字で akko @1242.com @1242.com、 ファックスは0570-021242、 0570-021242 です。そしてスタジオには引き続き伊集院光さんです。はい、よろしくお願いします。お願いいたします。お邪魔してます、伊集院光です。 あっという間に時間過ぎるね、はい、早い。面白い、楽しいですね。楽しい、酒飲みたい。あの伊集院さんと、うん、あこさん酒飲んでる時は、うん、あこさん割と質問攻めになります、伊集院さんに。そんなこと、そうでもない。アッコさんって多分一緒に、俺よりもずっと一緒に飲んだことあると思うんですけど、うん、はいはい、いろんなとこにメイクでしょ。そうです、詳しいの。なんでも、え、なんであれはどうなってんのって聞いて答えてくれるから。すっごい一生懸命答えてる間に、うん、急に豚しゃぶ煮えすぎって言い出すから、え、どう見てる？逆サイドの豚しゃぶが煮えてるかどうか、すごいなと思って、今食べ頃、今食べ頃って今すごい、あれ今一生懸命質問答えてたんだけどと思って、あの集中力がないわけじゃなく、そう集中してるのに。全集中なんだよね。そうなんですよね。いや見えますよ。だから困りますよね。この目も本当に、うん、その眼瞼下垂の手術して、うん、俺あんまり失敗だと思うけど自分の中ではね。そうなの？いやそうなの、うん、ちょっといろいろあんのよ、うん、でも考えてることとか見てることとか瞬時にいつも考えてるよ。すごいね。それ場合によってお客さんの流れとか、今入ってきたお客さんがどうのこうのとかね。そうそうそう、ちょっと違うぞとか、あと水割りがさっきよりちょっと薄いとか全部それ、何、味覚もそれ同時に処理してるのっていうその感じ。でも反対に酔っ払ってお店の人に、ちょっとこれ薄いんじゃないの、次からこういうのにしてって、無理ですと、なんでだよ、うん、サッカーロックですって言われる時はあるさ。それはかなり酔った状態の時ですね、うん、どうかわかんない私は。同時に動いてる、はい、そうですね、質問いろいろ届いております、はい、アケポン41さんですね、うん、千葉県君津市の方です、はい、以前ヤクミツルさんが、プライベートで突然一般の方からクイズを出題されて、答えるのが嫌だからマスクをすると言っていました。伊集院さんはプライベートでいきなりクイズの出題されたことありますか？クイズはないけども、やっぱラジオ聞いてはってる方は割とそのあの時の話はこうなのみたいなの、またいい加減なもんだから、ずっと前にしたこと覚えてない、下手すぎて昨日喋ったこと覚えてないやつを、4年前の6月の15日にこんなこと言ってたんですけどって運転手さんに会ったことあって、あの自分が忘れちゃってるようなことを聞かれるときはちょっと申し訳ないから。それはないな。そういう方はもう多分伊集院さんのトークを落語のように、うん、多分何度も繰り返し聞いてるんだと思うんですよ、うん、すると何年前の何月何日のあの時のバカ力の話とか、そう、あとまあ何月何日までなくても自分がもう忘れやってるようなことをすごい、生放送だと特にね、で、ね、恥ずかしいの、あのことを、あのことが心に刺さってるんですが言った覚えがない時にあったりとか、それは正直ちょっとあると思う、たかあると思う、ね、あとこれはラジオネームマウスマンさんですね、うん、以前伊集院さんがテレビ鑑定団に出た時に、はい、田中角栄さんのサインを持って行って本物だと鑑定されてましたよね、はいはい、あのエピソードが大好きなのでまた聞かせてくださいって。やっぱり田中角栄さん、あのうちのおじいちゃんが、うん、田中慎之介とおじいちゃんがいたんですけど、このおじいちゃんが、あと親戚全然関係ないです。あ、そうなん、全然関係ないんですけど、ゆっくり聞かなかった、うちの今前のめりすぎた、このスピード感の中で飲みながら豚しゃぶの食べ頃分かるんですよ。そうなんですよ。うちのおじいちゃんが割とその大酒飲みですぐ酔っ払っていろんなことしでかす人で、あと嘘つきなんですよ、とにかく嘘ばっか言ってる人なの。である日家出てて3日ぐらい帰ってこなくてベロンベロンになって戻ってきて、おじいちゃんが、うちのおじいちゃんが、で何してたの、何してたの、おばあちゃんに何してたのって言ったら、田中角栄に飲み屋でばったり会ったと。それで言ってコンコンと俺は説教してやったんだって言うんです。飲み屋でばったり会ったり会ってって、うん、そんなレベルの店でお前飲めるわけないだろうっていうおじいちゃん、田中角栄さんが総理の時それで、うん、あの証拠があるんだっつって、うん、そこに色紙、サイン色紙を持ってきて、うん、書いてくれっつったら書いてくれたから、ね、間違いないんだって言ったら誰一人信じてない、うん、で亡くなった
ってしばらく経ってからそれが出てきて、出てきた、嘘のサイン出てきたよって、あの時こんなこと言うじいさんだったねって言ったやつを、面白いからもうこっち偽物と決めつけて何でも鑑定団、もうそれから30年ぐらい経ってから何でも鑑定団出した、はい、本物だったの。しかも印刷でも何でもない直筆の本物だったの。未だにわからないよ。だからこのうちのおじいちゃんをお笑いとしてはそれ偽物だってオチでいいわけですよ、はあ、いいやつで居酒屋で総理が、総理が、しかもうちのじいちゃんなんて本当にどうしようもないところで飲んでるような人だったから。おじいちゃんはどういうご職業だったの？どういうご職業でもない人でしたね。おばあちゃんのご職業に一方的にたかってる人でしたね。でもそういう感じの人でしたけど、いまだにだからもう謎が分かんない。じゃあ多分コンコンと説教してやったまで本当だ、ね、多分本当だと思う。すごいね。何か波長があったんですかね、角栄さん。でも後にこう番組でそのおそばにいらっしゃった方とかにお聞きすると、うん、ちょっと街を見に行くのにフラッと入りたいってことはする人だったと。その角栄さん自身がその普通にみんなが飲んでるところを見たいっていうようなことを言って周りを困らせるような人ではあったとは言うんですけど、でたまたまなんじゃないですか。へえ。ずっと死後何十年も嘘つきだと思われてたんだけど本当ね。あ、サインって重要だな。そうなんです、ね、おじいちゃんのあれが証明されたんですもんね、エピソードが本当だって。いまだにどこでどうしてか分かんないそんなの。ごめん、ちょっと世話場の話で、そういう色紙って鑑定団でいくらぐらいの値段がつくんですか？その時は多分それでも、でも家計さんいろんなところで書いてらっしゃるんで5000円ぐらいだって言ってました。5000円。でもちゃんともっと書いてる人とかは俺だからたまたまラジオを聞いてた人にが、漫画家さんで、伊集院さん野球漫画好きだから僕が野球漫画書いた時のなんか原作の原稿用紙をあげますって送ってきて、はいはい、それが梶原一騎先生の作品、それも鑑定だって。猛烈な梶原一騎さんって代表作、いやもういっぱいありますよ。明日の城もそうです、巨人の星もそうですし、でその頃書いてた、しかもレアな漫画らしいんですよ。それでやっぱそれも鑑定だって相当な値段ついて、それは100万ぐらいするんじゃない？だってそれ自体は、十何万とか単位でしたけど、はいはい、でもその後また時間も経ってるんで、はい、で直筆の生原稿でわとかすごい、ラジオがご縁でびっくりした。でマコさんとかもいろんなのありそうですけどね。私ね、失敗してこの間マネージャーに言ったんだけど、手塚治虫さんの全部あのこう全集みたいになってるアルバムみたいな本があったんですよ、はい、でサイン書いてあったけどシュレッダー入れちゃった。なんで？あのすみません、アコさんは断捨離はしないでください。しないと誕生日会の写真だけでオーバーじゃなくて1万枚ぐらい、はちょっと断捨離してるんですよね。そう、ほんで未だに出てこないのがロサンゼルス の, あのレストランであったあのビートルズの、ジョージハリスン、ジョージハリスンとリンゴスターにサインしてもらったんですよ、ナプキンに。それが出てこない。なんかあの番組にしてください、せめて断捨離するの。もう断捨離も多分番組にした方がいいよね。あ、絶対そうだよ。それでね、申し訳ないけど本当に森重久さんの写真とか森光子さんとかひばりさんとか山岡久乃さんとか、どうじゃ、でも私がもうそんなに元気じゃなくなってくるからいいやと思ってシュレッダーかけちゃって、もったいない。いやでももう私が若ければいいけど、どう思う？あって、もし私に何かあったら旦那かわいそうだと思わない？どういうこと、あ、残っていっぱい物があるからっていう、どうしていいかわかんないっていう。ただこればっかりは価値があるから、なんか塚みたいの作ってそこに俺らが納めよう。そういう古墳を作ろう、ね、古墳を。あ、そっか、もうでも知らなかったらしょうがないね。まあもうね、アートさんが判断してるんですかね。横浜の浜のラジオ親父さん60歳、はい、爆笑問題の田中さんの会話によく伊集院さんの名前が出てきます。あ、そう。え、田中さんと伊集院さんはどんな関係でしょうか？どういう関係？また田中ちっちゃいのに、なんで？まあ野球仲間だったりするんですけど、あ、そう。彼も野球好きなんですよ。田中は競馬も詳しいし、結構ね遊び好きだな。僕が思うのは爆笑問題のヤバい方っていうとなんとなく太田さんのイメージあるじゃないですか、うん、そうそう。俺は田中さんだと思う。ええー。あのね、例えば全く感じない。
爆笑問題って最初すごい飛ぶ鳥を落とす勢いでドーンって出てきた後に事務所の移籍問題とか絡んでテレビ出づらくなった頃があって、あったね、そのマネージャーさんがものすごい大しくじり落ちちゃったせいで方々にあんまり出れなくなった時があって、太田さんはあの性格だから悩んで悩んで一人閉じこもってネタ書いてるのね。田中さんは毎日草野球来て、俺らはさちょっと腫れ物を触るような扱いなわけですよ、テレビあの売れっ子が急に出れなくなってるから、田中さんだけは満面笑顔で野球に毎日出れんだよってなっちゃうんですよ明るいな俺たちからするとこの人おかしいと思う、そういう人なんですよ。へえ。いつも爆笑問題は解散の危機って今まで何度かあっても、解散しようっていうのは田中さんなんだっつって、太田さんは俺は一回も言ったことない。田中さんは本当に簡単なことで、番組中に嫌いなミミズを消しかけられたのに腹立てて解散するって言い出したりとか、ちょっと田中さんの方がモンスターへー、意外だ ね、 意外ですね。そのなんか太田が言って田中がこう収めるっていうかね、なだめるとかね、そうなんですよ。へー、純さんから見るとよっぽど田中さんの方がそうモンスター、モンスター。あー、人は見かけって失礼だけど、分かんないね。少なくとも温厚そうに見えるじゃないですか。そうそうそう、頑固なんです。温厚は温厚なんですよ。でもすごい頑固で、へえ、はい、いつもあのお任せ終わったらね、はい、あの30分やってるからご挨拶来てくれるのよ、はい、でたわいのない話してんのよ。その時でもあのその時は太田あんまり喋んないで、ほとんど田中君が喋ってんだけど、はい、人のいい感じだよ。でもよく聞いてるとね、ツッコミも太田さんが例えばひどいことを言うじゃないですか、うん、多分僕に対してじゃあブタブタって言うじゃないですか、その田中さんが言うんじゃねえってツッコむのね、おかしくない言うんじゃねえよ。例えば女の人がいました、太田さんがブサイクって言うとするじゃないですか、うん、その田中さんが言うんじゃねえってツッコむんですよ、うん、ブサイクじゃねえって突っ込むなら分かりますよ。あ、なるほど。意外によく聞いてると田中さんの突っ込みってあ、なるほど、あれお前の方がひどくないかっていう思ってるけど言うんじゃねえですっていうことだから、なるほど、やっぱモンスターですね。モンスター、意外にモンスターですね。なるほど。ジャンタクさんです。伊集院さんはアッコさんと一番最初に会った時のことを覚えてますか？どんな印象でしたか？松村邦弘さんみたいにお金を取られたりしませんでしたか？取ってないよ、これも言うとっけど、お金取ってません。取ってません。それ何ですか？追いはぎとして会ったんですか？違う、松村酒飲めないから有吉と一緒に来たんですよ。ほんで二人ともしょぼんとしてるから家で、はい、私だけなんか老男主みたいな感じで飲んでるから、でダメだ、老男主は言っちゃったけど大丈夫ですよ、大丈夫です。それではお前ら帰ろうとしてんな、あまるのまだもうちょっと飲むからって言って、金何本あんねん言ったら3万ちょっとと、ほんで有吉はもうちょっとあったかな、で稼いでそれ貸してパンツの中入れたので帰りたかったから、こ帰りたかったらここから取っていけ返さないためにお金を取って自分のパンツの中で入れたんです、うん、そしたらね最後返したんだけど、後で聞いたら松村はそんなこともあろうかと思って靴下の中に5000円入れてたし追いはぎ対策じゃねだお金は取ってない、取ってない、いや、そういうお金取ってるってなってんの？今聞いて分かったんですけど、お金は取ってない、うん、けどもっと立ちが悪いそうですね、胸張って言うことじゃないですよね、お金取ってないって、まあ、じゃあよかったじゃないよねいやいや、でもいつですか？私あんま覚えてない。未だに覚えてるのはホリプロに小野田さん、うんうん、ね、マッコさんの信頼も厚い、そうそうそう、マネージャーさん昔、はい、うん、昔のマネージャーさん、今社長です。はい、で僕は実はずっとフリーの時期が長かったから、うん、どっか事務所入りたいって時に何件か手を挙げてくれたんです、うん、でその中で、うん、ホリプロの小野田さんという、うん、当時もホリプロが偉い、はい、人が伊集院の面倒は僕が見ると、で伊集院がのうちに来てくれってスカウトしてくれたんですよ、うん、へえ。その小野田さんがもう俺に任せといて、俺が一生かけてもっとビッグスターにするって言って、うん、でそれこそホリプロを世話になることを決めて、次の日ぐらいにアッコさんの楽屋連れてくれて、うん、それで今度入った伊集院ですって言って、うん、で小野田さんがすごいその こいつはいいんですって言ってくれた、うんうん、ただアッコさんやっぱ小野田さんが信頼強いから、はいはい、小野田さんがそう言うんならっていう感じで言ってくれたら、小野田がそんなに言うんやったら、うん、あの頼むなみたいな話をしてくれて、へえ。その多分日テレの昔の日テレ楽屋なんですよ、はいはいはい、でまさか小野田さんがその1ヶ月後に別会社に行くと思ってないからホリプロの中でも別の別会社でも昇格して社長になったんですよね、うん、それまで私乗った、今日伊集院来るって言っただけでうちの役員のほら、はい、印象もそうだし、来ましたね、松永も結構偉いんだよ、来ましたね、うん、私はもうセックスしないでみんなにあげまんだから
もそんなことやったの。待って、なんで笑ってんの。で、その時に俺帰り道に小野田さんに、うん、あっこさん、俺は有名な何そう、今のは近いんだけど、あっこさんと、冗談でですよ、はいね、あっこさんと、そう、エッチしたいって言ったんです。え、誰ですか。俺が。そしたら、したらアッコさんに言ったらしいよ、小野田さん。多分その直後は怒ってました、アッコさん。俺が覚えてないな。多分その後にアッコさんが怒ってるっていう話にもなったから、俺はちょっと怒ったんだろう。で、その時言った言葉そのままですよ。はい。10年早いっつったんですよ。10年は経ってんなとは思うんです。今言ってますね。10年経ってなもうでも。いや、その時言ったのはね、そのあ、それこそ小野田さんがアッコさん怖かったかって言われたから、うん、あの小野田さんからね、うん、あった印象でアッコさん怖かったかったら、いや、すごい綺麗で、うん、だったのと、オーラがあったから、うん、僕はこういう人と例えばエッチをしたら、うん、ものすごいスターなんじゃないかと思ったの。それこそ、うん、今言ってたアゲマン話と一緒、はいはいはい、なんじゃないかって言ったのを、小野さんがダイレクトに、うん、あいつアッコさんと寝たいってましたよって言ったすげえな、小野田さん。これでそこからでアコさんがもう怒って10年早いって言われたっつって、でしばらくこれ会いづらいじゃんずっと。でそのことを思い出すたびにあと2年だなとか、あとって思ってんだけど、伊集院さんの10年ってそういうカウントダウンだった。そう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 、最初がそうだとしたらもう賞味期限切れてるもう向こうだ。あ、これ次曲さ、伊集院好きなのって言ってたけど、はい、ここでシャラップかければよかった。シャラップ、まあ、いい加減黙れ。さっきかけた、うん、いや伊集院さんがね、これなんでこのアッコさんの曲の中で晴れの近くアッコさんの歌すごい好き で、はい、でいっぱいその iPhone に入れてるんですね、うんうん、それでいてジムとか行く時にそれをランダムでかけてるんですけど、この曲かかるとすげえペース上がるんですよ。そのランニングマシーンのペースとかそうだ、走るのにすごい上がる。でこれアッコさんのエピソード聞いて、もともとアッコさんが歌った時にはこれ聞いてもらうと分かるんだけど、ふんが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 おにゃあって入ってなかったんだ。そうな、これであのレコードで発売されたら変なの入ってるってなってこれ勝手に大変だったの。ディレクターとか、うん、それであの作曲家とか、うん、マネージャーとか入れちゃって、うん、それで私が音合わせになったら私がコーラスさんに説明するのよ。で女性の声では無理だから男女の混合だから金かかったしゃあないにコーラス。それね、そうだ。それも譜面にね書いて、うんがうんがじゃないんですよ。あのね、おかしいですけどよく聞いてくださいよ、こういう感じなんです。ふんがふんが、向こうもやるわけよ、ネクタイして。ふんがふんが、綺麗すぎますね、もっとふんがふんがっていうね。ランダムでかけながらランニングマシンに乗ってるから、はいはい、でそうすると例えばその前があの鐘を鳴らすのがあなたがずっと流れてて、はいはい、しっとり終わってってもう走るのやめようかなと思うと、これがホンマ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 。じゃあちょっと全部時間的にかけられないので、その下り頭の下りをちょっと聞いてみましょう。はい。